三四郎ですオールナイトニッポンやってます業界のメインストリームど真ん中報復絶頭の2時間にリスナー全員クりビつ天魚の板踊ろぜひ聞いてください楽しいです放送は毎週金曜深夜1時からいやー面白いこんばんは三四郎の間修司ですこんばんは小宮平信です2020年2月21日金曜日この時間我々三四郎がお送りしてまいります、はい、R1 のね決勝進出者が 決定しししまたたねなメルヘン・スナい。マジカル・ラブリー野田・クリスタナナまかり森下森屋・ヴィオリおいでやす・オダルシフェル・吉岡桜井ヒューマン・中村末広がりず・南い。渡119星野ディスコの11人。 魔石芸能者的には星野ディスコとルシフェルルシフェルは一生ルシフェル。ルシフェルでしょ。ルシフェル。ルシファーよ。ラジオではルシフェルになってルシフェル優勝か。意味は意味はね一緒だけどね。ルシファーでやってると思う。ルシフェルですね。ルシフェル。一生優勝できないのかな。 何回出てすごいよね。五回目、そう五回目、すげえよな。ああ、ルえ R1 はね、過去に18回やってる。回。その中の五回出てすごいな。五回も出てた逆にっていうね。そうだからハリウッドザコシショウの次とかで霞んじゃった時もあったって言ってたな。ああ、なるほどね。すごいでも五回すごい。18回全部出場してるわけじゃないもんね。しかもね。 あ、ね、ああのー、出てるわけじゃないもんね<う>芸歴的にもそうだよねすごいなうん<ー>やばい優勝できない地獄そういう地獄優勝できない地獄無限 r ワ1地獄 <laughs> 決勝にはいけるけど <laughs> いけるけれども<ー>、えー、優勝できないそれゆえに諦められないっていう <laughs> <laughs> 郵便局員に戻れないって郵便局員になった。そうだね。あの、そうだね。世界入る前は郵便局員になって。郵便局員からね。いや、そうなのよ。そうそうそう、郵便局員。すごいな。うん、二十五ぐらいでね、この世界入ってるわけだ。ああ、うん、すごい。遅咲きだよね。遅咲きで。いや、すごいな。そう、ファンが欲しいから、その彼女がいる存在は隠してる。と言ってやんなよ。 言ってやんでも、もうバレてるからね、ルシフェルは。ルシフェルの彼女にも会ったことあるんだけど、そのルシフェルの彼女はね、僕、舞台上でね、ルシフェルの彼女はあんまり可愛くないよね、こんなこと言うのもみたいに、返しでバレちゃうからね、あんまり可愛くないよねって言ったら、いやいや、可愛いわ。

え顔ファン多いのルシフェルン？顔ファンいないっぽいけどね。うん。あいない？うん。じゃあねじゃあ減らないよね。じゃあ減らないと思うんだけど、ね。あ<ー>うん。ゲイが好きなわけでしょ。だからルシフェルンのネタが好きなわけでしょ。そうそうゲイが好きなわけだからね。じゃあ減らないよね。別に彼女がねらい,とねい,いったとって。うん。 相手のその親御さんにも挨拶してるらしいよちゃうん。それはでっていいの？あ、それは別に挨拶っていうか別にその結婚がどうのこうのじゃなくて、あ、だからお付き合いさせていただいてました。そう、芸人やるにあたって、もう郵便局員だったから、郵便局員の人と付き合ってるってね。そういや郵便いや多分大学時代からのねなんか。そう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 長いのよ。それで。 本当にだから支えてくれた人よ,そ,うだよ、ね、その存在を隠すってどういうことなんの <laughs> いやいやでもなんかその彼女は別にいいよみたいな感じで言ってくれてるらしいよいいよっていうのは隠してもってこと、うん、うやっぱファンが減るからねってやっぱ彼女も減るって彼女俺ちょっとバグってんだよねル <laughs> ッセルがかっこいいと思っているから。 だって大学の時は普通に免許証とか見せてもらったどやっぱ髪生えてるもんねああそうツイストパーマとかねっ窪塚君に憧れて5の時の窪塚君に憧れたっていうおでこは圧倒的に広いけど広いんだけどそうだよねヘビにピアスみたいなめちゃくちゃぶっといピアスもしてるすごいよイケイケだったんだからルシフェルはうん まだ地獄に落とされる前よね、それが。<laughs> だから天使の時でしょ、それが。天使かもしれないね、それは。だ天使になる前だから。いやすごいよ。四代天使のうち一人だったわけだから。<laughs> <laughs> その時は髪の毛生えてたんだ。うん。そうか。無限 R1 地獄に落とされてからかな？そう。そのちょっと前ぐらいか。うん。挙げたのは。だ <laughs> こっそりなんか芸人をやってたらしいよ彼女の親に芸人やってるっていうの。うん。 そうこいやでもまああのいやでもまあ言ってたからねまあ別に結構ライブとかでも言ってるからいいんだけどども彼女のお母さんには、うん、まあすぐ郵便局員やったっていうのはあいやめたっていうのは言ってなくて、うん、そう芸人っていうとまあちょっと、うん、あの戸惑うと思うからみたいな感じで、うんうん、まあテレビとかバンバン出ると思ってなかったんだって、まあ、こっそりでもいいからやりたかったうな,んなのに「r 1 5, 5連続」<laughs> <laughs> <laughs> なのに「効果不効果 すごいじゃんい,いやこれ楽しみだね楽しみだなルシフェルもあと星野もね,リス,ねあリスコねすごいよねいやいやここ来てもらったこともあるから同じブロックにね入ったんでねいやそうなんだよな、うん、それがもう バチバチでやるらしい、ね。リスクは先に入ってたんだよね。でルシフェルが後からそこのブロックのトップバッターにバンで。あ,あ、そうそうそう。潰そうとしてんのかな。そ <laughs>、まあ、う、潰そうとしてんじゃ。関係性があるから、喋りやすいんだよ。ああいう時ね。<laughs> ああ、なるほど。こいつには負けないみたい。こいつは、えっ、ー、と、まあ。 ディスコは1回も行ったことないから決勝に大阪で準決勝あってナンバーグランド花月大阪観光のつもりで来てるみたいな甘い考えみたいなそうそうあエンジョイ組みたいに「r 1エンジョイ組」だからそういうやつには負けないみたいな感じでまあそこ行ってあなるほどね今日はゲストにね「r 1を3連覇した男がやってきますからね R1。R1 だっけ。<laughs> しかも大阪から。大阪から。しかも大阪からですよ。<laughs> うん。ああいやすごいですよ。普段はねコンビですけども、えピンネタにも定評があるんだよね。R1、うん、はね。R1 <ー>ですけど、ね。そう早口でダジャレを言うリズムネタ。<laughs> ですからね。いやこれすごいです。三連覇なかなかないね。なかなかないね。ナダギさんで二連覇。ナダギさん二連覇。そうか。三連覇三連覇だもんね。R1 っていうぐらいですから。すごいですよ今日のゲストは。とんでもないゲスト来てますからね。ルシフェルとかもこれも聞いといたほうがいいんじゃないヒントが落ちてるかもしれないからね。ああそうだな。優勝した。優勝のための。人だからね。R1 の なんかその「R」っていう字が彼のためにねあるようなもんですからねそうだな今日のゲスト <laughs> <ん>楽しみですねあいやだからもうそうかもう早口でダジャレを言うリズムネタってなかなかないもんねいなかったもんないなかったなかなかいなかったようこっかからら、ね、もうだから3連覇 これのみで三連覇なわけですから、普通はいろんなのでかけるもんね。<laughs> そう誰かねちょっと優勝するのかどうかとかさ、うん、分かるんじゃん。ちょっと聞いてみたいね。今日のゲスト、ね。そう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 。R1 <laughs>、うん、のチャンピオン。<laughs> うん。R1 のチャンピオン。R1 のチャンピオンとしてね。誰になるかっていうのを。ちょっと予想もね、うん、おうしていただけたらと思いますよ。うん。 だいぶ当たるだろうからね。うん、それの組みな、その自分の組み立てができてるから三連覇してるわけだから。うんね、さっきちょっとお会いしましたけれども、うん、なんか最初からカリカリしてましたね。なんかこの放送を聞いてるかわかんないけど。<え>なんでだろう。何言ってんねんとか。ん <laughs> <laughs> やっぱり,引っ込みり、ね。さすが。国には定評ある。さすが。三連覇してるから。<laughs> さすが大阪の。それちゃうねん。そういうことやっちゃうねん。<laughs> 肩回してた いやいやもうそうそうそこはちゃんと突っ込むなんてねうわすごいな簡単なことですからねだからボケてないのにでしょボケてもないボケてないのに関西弁でいやなんしょうねんなんやその顔何んね。ほら行くでね。ってその方が大阪から来てくれはい。今日のゲスト楽しみにしますそれでは始めていきましょう三四郎のオンライトニッポ 三四郎のオンライトニッポンと日本。改めまして、こんばんは三四郎の稲田修司です。こんばんは三四郎の小宮浩信です。金曜日のオンライトンと日本は三四郎がお送りしてまいります。はい。えーうん そのゲストのね、今日のゲストの楽しみなんですけれども、はい、えー、このお知らせです。うん、ええー、3月14日に東京国際フォーラムで行われる、この番組のイベントのライブビューイング。うん、えー、めちゃくちゃ売れてないわけじゃないけど、売れまくってるわけじゃないで、おなじみのライブビューイングです、ね <laughs> はい。そうですね。えー、売れまくってるわけじゃないで。ええ、それの一般発売が、うんえー、番組開始と同時にスタートしました。はい、ええー、もうここからは早いもん勝ちですね。うん ここで判断が遅くなったやつは、もう一生後悔し続けます。うん、そういうやつは一生負け続ける運命です。<laughs> はい、もう嫌なら飛び込んでこい、お前らならできるってことですね。うんうん、本当ね。いや、本当にそうです。うん、もうこれ、大変なことになる、ね。迷ってるね。そうそう、そう、そう、迷ってる。暇があったら、もう携帯触れそう、うん、そういうことです。うん、はい。全国三十二箇所の、えー、上映、えー、劇場ほか、えー、詳細はバチボコライブイベントホームページからチェックしてみてください。これちゃんと残り少ないみたいだから。うん <laughs> これは本当ですちゃんとですちゃんと急いでください後でね行ってきてもね知らないからな知らないごめんなさいないですかみたいにでもないです本当に知らないそれ仕方です行かれるんだからもう本当に本当に後悔するからね後悔したら本当に内蔵売ることになります内蔵売る本当に内蔵売るただチケットはもらえませんああ内蔵売ってももらないなぜなら売り切れてるからなんで売ったんだろうな だから、ちゃんと急いでください。いや本当んさあ、<う>えー、今週、スペシャルウィークでございます。ということで、三四郎のオンライトと日本にはゲストがお越しくださいます。この人クリーピーピッツあるしてー <laughs> いいですね <laughs>。毎回歌うんだよな、そこのところ。<laughs> 聞きたいけど、聞きたいのに、なんて言ってるか。本当に聞きたいけど。うん、いや、この、えー、適当アドリブ、めちゃくちゃ語。だけども、かっこいいっていうね。うん。んこれが売りですよ、ね、最後。でもかっこいい。でもかっこいい。適当アドリブ。えー、うん。 えビーダッシュの系譜を受け継ぐ、そ今、大人気のヒップホップユニットです。<laughs> うん、そうなんです。これがね、あの先週もバレちゃいましたからね。ビーダッシュのねのの、えー、系譜を受け継いでます。ビーダッシュのあの、ちょっとね、ポとも、あのほぼ一緒でしたね。完全に受け継いでます。うん、はい、ジャンルは違えど。 かっこいいから歌詞なんてどうでもいいじゃんっていうことですよねまあそうだよね感覚でやってるわけだからそうねその考えめちゃくちゃかっこいいよねそりゃそうなのそりゃ売れるよそりゃ売れるよそりゃそうかっけんだもんだってかっこいい絶対歌詞とかにもだってね B’s さんはだからアドリブとか書いてあったかっこアそう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 あれでだってこんなんやっちゃったら自由に一緒に楽しもうよっていうマインドだよねそういすごいと一緒 なのでえっと火曜日のオールナイトニッポンゼロを担当するクリーピーナッツのダジャレマルモジャノスケチケサダコト大阪マンが来てくれます。そうですね。大阪マン。そう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 。はい。チケサダコトってね。チケサダコト大阪マンですね。サダはサダコのサダです。サダはサダコのサダです。はい。大阪マンね。定義の定ではありません。そのことに対してもなんかなんか言ってたなすごいザレ事なんか。え？チャネすごい早かったもん。突っ込み早すぎるよ。いや聞いたけどえチャネあれ。 あいちゃうねえ感じそれ大阪じゃん。大阪マンち,ちゃうねえそれまあ,あ <laughs> 誰でも当てはまるから大阪マンって言ったら大阪の人って言った。めちゃくちゃカリカリしてたよな。あカリカリしてたな、うん、確かになチェケサダのサダがあの台本であの定義の定義になったからさ、うん、ごめんねこれ違うよねっつってサダこのサダだよねって言ってたらいいやどっちでもええわ <laughs> 言ってた、ね、ちゃうねん、うん、まず。 そういうことじゃないん、ね。そう、ねうん、もうカリカリしたな。うん、で、そんな大阪マンとこんなことをやっちゃいます。うん、We are fighting Dreamer Challenge 2000。<noise> さあ、さまざまな We are fighting Dreamer Challenge を行っていきます。夢と希望に満ち溢れたスペシャルリークでございます。これはちょっとわかんないんだよな、僕は。チャレンジす素晴らしさを、うん、リスナーのみんなに伝えたい。そう。はい。うん、We are fighting Dreamer Challenge ってのは夢と希望の。 挑戦のことそこまだあ追いついてないんだよなこっちは <laughs> そういうことうん漠然としてるしなウィーアーファイティングドリーマーチャレンジの「ソ」はですね、えー、今年の、えー、年越し特番で「カウントダウン t v の本番前のクリーピーナッツに <laughs> 電話をつないだ時に貸せた出番前のフローのサングラスからサングラスをもらうというミッションこれがすべての「ソ」そうでしたで、はい、後日 フローのサングラスからサングラスをもらってきたらしいんですよすごいよな、うん、で今日持ってきてるんだって <laughs> どうやっても、えー、どうやってもらったんだろうねそれもちょっと聞こう詳しくね,いやねそ,れそこら辺もねうんちょっとだからもうあいつはだから今日のゲストはねだもう カウントダウン TV のところでもうフロー5とか入れてるしインをね入れてるしそのにそにサングラスを持って今日持ってこられちゃったら2個成功しちゃうわけですよいいんだけどね今日は3連覇を R−1 と一緒だよ3連覇をかけてここに来てるから3連覇から僕らも一応決勝には行ってるんですよ で、えっ、ー、と、小宮は加宝に何かするってことになってます。<laughs> 何かするって何？<laughs> すごいアバウトだけど。<laughs> 後日するってこと？<laughs> <laughs> なんだこれ。何かするっていうの。何かするってことになってます。ってことで、今日はリスナーから我々三人にチャレンジしてほしい。We are fighting DREAMA チャレンジを送ってもらいましょう。はい。三四、えー、のカットマークオールナイトニッポンドットコム、数字三四のカットマークオールナイトニッポンドットコムです。夢と希望に満ち溢れた挑戦を送ってください。メールの件名に We are と書いて送ってください。 と、えー、ということで深夜3時まで2時間、最後までお付き合いください。